どうもこんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。今回ですね、質問や相談には2種類あるということでお伝えしていこうかと思います。あの、ナミさんの方もね、動画の方でお話してましたけども、せっかくね、相談事やそれからご質問いただいたのに、そこに自分なりに一生懸命答えたにもかかわらず、質問者相談者の方はなんかね、怒り出す、へそを曲げるってことがあると思うんですよ。いや、これはまあ古典的な心理の状態であって、人が誰かに何かを相談するとかね、質問するって時に大きく2つに分かれると。一つはですね、ただ自分の主張を言いたいだけなんだけども、だけどもそれを質問とか相談っていう体で切り込んでくるってことですよね。その時はただ共感してもらいたいだけなんで、その通りだよね、そういう疑問が起きてもしょうがないよねっていうふうに、あえて解決策を出さないっていうね、ことが正解だと言える。そんなことがあるわけですよね。まあ、例えばね、これはね、よく恋愛のマーケットで Q&A によく出るんですけども、まあ、女の人がね、男性になんかこう、相談事があるってからね、持ちかけてくるんですよ。でも、そこで上手なモテ男は、その相談事に深くうなずいて、ただ聞くだけと共感するんですよ。解決策をそこで出さないんですよ。これは恋愛のテクニックに長けた男性のやることであってね。で、恋愛のテクニックがちょっとない方っていうのは、真面目に一生懸命答えちゃうんですよね。ちょっとおかしいなと思いませんかね。真面目にちゃんと答えると、恋愛的には NG ってことになるんですよ。でも答えずに、間違った主張だとも思いながらも、それもね、納得したふりをして聞いてあげると、正解になるというね。つまりは、感情で、物を言ってくる人に理論で回答してはいけないってことになるんですよね、ここはね。ただこれを見分けるのは非常に難しいんですよ。だってただ愚痴を聞いてほしいだけなのに、愚痴じゃなくて相談や質問できてるわけですからね。まあ、ですんで、ここに齟齬が起きても仕方がないかなってところがあります。まあ、あの、それがね、ビジネスの質問の中にもよく入ってくるんですよ。自分はこのように考えて正しいことをやったのに、上司や周りの人、お客様に受け入れられてこないんだと。どう思いますか？だからね、憤慨して質問なり相談を持ってくると。はっきり言って、それはお前が悪いよと。周りの人のニーズに応えてないから納得されないんでしょ？お前が悪いに決まってるじゃないかって言うと、ああ、分かってもらえると思ったのに、そういうことを言いたいんじゃないんです。怒り出すというね。何なんだこの人はってなりますけども、まあそういう質問や相談もあるってことなんですよね、きっと。だから自分が四面楚歌になった状態を、もう唯一自分の頼りにしている、まあ、いわゆるね、師匠みたいな人に、よしよし、悪かったね、悪かったねって、頑張ればいいんだよっていうふうに、まるでお母さんのようにね、なだめてほしくってメッセージをくれるってこともあるんですよ。だからね、それをね、受け止めたいんですけども、ただそこでね、いや、お前は悪くないよと、どういう世の中なんだろうね、世の中が歪んでるよって言えばいいんでしょうけども、ただそうなるとね、間違いを肯定することになって、ますますその人は泥沼にはまるんですよ。ですんで、非常の情って言いますけども、あえてね、心を2にして、何かうまくいかないことが起きるっていうことは、その問題の中心にいるお前が悪いんだというふうに言うのがいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、これをね、やるとあんまりモテないんですよね。分かってもらえてないとかね、分かってくれてないと、お金を払って相談したのにみたいなところもあったりするわけですよね。いや、でもね、背中に冷や水浴びせられないと目が覚めないんですよ。まあ、むしろ夢を見たいからぼんやりとかして間違いを起こすんですよね。まあ、リアルな現実が世の中にありますんで、たとえね、100点満点でも、それが不合格と言われたら別の道を見つけなくてはいけないんですよ。まあ、つまり100点満点もらいました、でも求められているのは国語の100点満点じゃなくて数学の100点満点だったんですよっていうことでしたら、提出した回答用紙が悪いってことになるんですよ。そこまで遡って考えなくちゃいけない時も多いってことなんですよね。はい、それじゃあ、いってらっしゃい。